ールのオンフライデー、本日3月18日でいいのかな、17日だね、17日の、15時を回りました。さあ今日から始まる、まあ第0回だよね今日がね。はい、番組があります。新番組、お名前決まったのかな、もう。はい、ミキとケイコのなんじゃこらトーク、ほうということで、よろしくお願いします。さあ、ミキとケイコのなんじゃこらトーク始まります。次回からが、4月からが第1回、今回が第0回ということで、はい、私キシリトールは今日は影の声で参加させていただいております。それではどうぞ。ありがとうございます。なんかワクワクドキドキするよね。ドキドキのが大きいかな。バタバタもしてましたしね。そうですよね。だからもうぶつけ本番なんですが、はい、どうぞ50分間お付き合いくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、まずは自己紹介から言った方がいいのかな、ね、それともそれぞれを紹介します、どっちにします。自己紹介、はい、はい、先月お邪魔しまして、はい、謎の怪しいサングラス、そう前回はなんかサングラスかけてマスクしてなんていう、マスクはしてなかったか帽子をかぶってたかもしれない、はい、そうですね、うん、ちょっとあの目を怪我して、ね、はい、ひどい内出血だったので、おやおやおや、でまだちょっと収まってないんですけど、ええ、そんなわけでとっても今日お化粧濃いです。はい、いや今日私も初めて本物のお顔を拝見いたしまして美人でしょ、素敵素敵、まあ、でも無事にここまで回復いたしました、はい、丸山美希です。私はまあ、ちょっといろんなことをやってるんですが、はい、ハーブとかハーブ薬膳とか、はい、お料理の方が一番の中心の活動なんですね、はい、でまた これからですね、薬膳ハーバリストとして教室を開いていく準備を今しているところでございます。でこの番組でも薬膳とかハーブのいろんな季節に応じてお話をしていきたいなと考えていますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いいたします。カメラあれですからね、はい、はい、あっちの方見ながら、はい、よろしくお願いいたします、はい、そしてじゃあけいこさん、はい、宮崎から来ました、はい、堀内けいこです。毎回宮崎から、そうです、はい、毎月東京に出てくれることになってやったーみたいな感じで、はい、はい、やっぱりね、宮崎に住んでますとね、どうしてもボケがちになるので、あ月に1回ぐらいやっぱり出てくるっていうのがすごく、うんうん、ボケ防止になりますし、はい、こういう場に、ね、いさせていただけるってことはまたより、はい、ね、宮崎は日本三大ボケの産地と言われています、そうですよ、ヒューガボケ、キチューボケ、イオボケっていうんですけどね、やっぱその中でもやっぱり一番南ですので、うん、はい、一番強いと思います、ね、一番ね、悪い人いないところだよね、そうですかね、うん、ということで、はい、私は 書道書をやっておりまして、主催しております教室が楽しみましょう書というので、はい、みんなで楽しく書をやっております。でもちろん宮崎に教室があるんですけども、時々やっぱ東京に出てきたり、はい、で教室やったりとか、個展を東京でも開催したりとか、はい、しております。もうしょっちゅう東京来てらっしゃいますよね、うん、いいですよね東京はね、うん、楽しいです、はい、ということでこういうお二人が、これから番組を始めていくということでございます。はい、はい、では早速ですが、はい、やっぱり宮崎は暖かいじゃないですか。で宮崎の方が一足早く春がどうやら来ているようで、はい、今日は恵子さんが宮崎の春を今の状態をちょっとねご紹介くださるということなので、はい、ちょっと写真を1枚目お願いできますでしょうか。出るかな。出てます、はい、出てます、出てますって、はい、これタケノコの写真かな。これです。あ桜ですか、そうです。おや、本当にソメイヨシノじゃないんですけども、それに先駆けて咲く桜で、やはり少しピンクが強いですよね。ですね。それこそ何日か前に私の住んでる
高鍋町のお隣に新富町ってあるんですけど、はい、そこに十割そば屋さんがあって、ほうほう、そこに食べに行ったら、そこに咲いてた桜満開でしたね。すごい鳥も来てました、はい、あ、鳥が真ん中に、そうそうそうなんです、うん、かわいく映ってます、はい、すごくもう宮崎はそんな感じで、はい、ポカポカ陽気になりつつありますね。やはり桜っていうのはね、すごく心癒されるし、春が来たっていうのがね、心ウキウキ象徴なので、うん、そうなんですよ。なんかね、うん、東京は今年は、うん、4月の2日が満開予想だそうです、はあ、ちょっと遅いのかな、うん、そうですね、ちょうど入社ぐらい、うん、入社式ぐらいですか、入社式、ね、そうですね、入学式、ね、ちょうどそういう時に、びっくりしました。私もね、知らずに行ったんですけど、本当に何日か前の、うん、はい、写真です。はい、私が撮った写真ですね。次も多分桜の写真だと思います。何枚かあるかもしれませんね。これは写真が斜めになってるんですか、それとも斜面に咲いてるんですか。いや、私がここでちょっと斜めになってんだね。斜面の気もするけど、なんか白いものが斜めに立ってるから、後ろの白いのが、ね、やっぱりちょっと斜めです、ね、ちょっと声が通ったんだと思います。そんな感じで何本か、はい、そのお店にありましたので撮ってきました。なんかでもこう太い幹じゃないんですね、下の方。そうですね、下から分かれてるような、何桜っていうんだろうね、初見夜桜というそうです。これは悲観桜と何かを掛け合わせてできたものだそうです。うん、まあ、でも確かにちょっと色が、うん、ピンク色が濃い、濃いですね。うん、他にもなんか春が東京より先に来てるということらしく、はい、次のお写真です、ね、はい、これはもうだいぶ前ですね。竹の子、ほうほうほう、だいぶ前なんですか。だいぶ前ですね。で、私お蕎麦の写真を上げてなかったかもしれませんけど、次にありますけど。そうですか、見ますか。これはだいぶ前にタケノコが出てたので買って美味しかったんです。で、これはその桜の咲いてるその十割そばのお店で、いただいた、でタケノコも大きいの、次の写真かな。じゃあおにしめに、おにしめに、はい、すごい美味しかったですよ。お蕎麦もすごい美味しかった。美味しそうですね、はい、どうぞ宮崎、特にタケノコがいい、はい、タケノコいいですね。今のね、やっぱりなんか幸せな気持ちになりますよね、この季節ね。またこれで寿命がまた、ああ、伸びたかな、また若くなってしまう。そうなんですよね、うん、どんどんいろんなことをして寿命を伸ばしております。東京はまだそんなに出てないですね、タケノコは。そうなんですね、うん、やっぱり今から、うん、これからですね。そうですね、はい、まあそんな感じで、私と、まあ、東京の、ね、気候と宮崎の気候といろいろお話をしながら、まあね、毎月進めていけたらいいかなと思っております。はい、はい、ということで、はい、どうしますか。あ、でじゃあ季節つながりでこちらどうでしょうか。そうですね、日本の日本24節気72候というのがあるんですけど、はい、まあ、24節気は春分とかですね、その後が薄い、こういう字を書きます。薄い、はい、うん、それがあって薄いの次が啓蟄と言います。はい、啓蟄ですね、はい、啓蟄、こんな字を書きますね。はい、虫が、はい、ね、出てくるんですね、出てくるという季節ですね、穴の中からね、はい、うん、で、ここに書いてきたのは霞たなびき始めるというんですけども、はい、薄いの中のこれはですね、だいたい2月の、霞は2月24日ぐらいから何日間かが霞たなびき始める、で、草木が芽生えいずるというのがこの後にありまして、その後が啓蟄になりまして、啓蟄の中にまた3つあるんですね。すごもじ虫が、戸を開くというので、その後が、3月11日ぐらいからが桃が初めて開く、あら、かわいい、開くという字を、ね、笑うという字にしています、うん、やっぱり桃の花がポッてほころぶところを笑うという字に当てたんじゃないかなと思います。はい、そういう時期がありまして、そして16日からがですね、ナムシ蝶となる、はい、青虫が蝶になる、なってくる、ナムシね、ナムシです、菜の花の菜の虫でナムシですね、はい、そうなんです、そうなんです、
それ書いたんですけど、うん、忘れてきちゃったそれが多分昨日なんですよ。そうなんです。3月16日が、うん、からまあ何日間かがっていうことで、はい、すいません。で書いてたのにね、あの短冊に書いてたんです、細長い指摘で、それを忘れてきちゃって、うん、その前後は、その後がですね、3月21日からが、あの、スズメ初めて救うと。スズメ初めて救う、はい、はい、あの、巣を作る、はい、という季節になります。それから、あの、桜が初めて開き始めるっていうのが3月の26日以降になりますね。で、その後3月31日からが4月初めぐらいまでがこれですね、雷がすなわち声を発すという、雷鳴り始める時期っていうような72個の中にいろいろありますので、はい、その季節季節を毎月こうやってご紹介できたらいいかなと思います、うん、で、そういう季節季節のやっぱり今度はあの食べ物いろいろありますよね、はい、で彼女は薬膳とかハーブがあのお得意なので、そちらのじゃあまたね、そうですね、のお話とかをまたやっていけたらいいかなと思っております。今ね、暦の話で私もちょっとだけ暦はあの勉強したことがあるんですけど、うん、結局これって全部、うん、あの昔は農作業のための、そうですね、今頃だからこう耕しましょう、だから種をまきましょうっていうための暦なんですよね。すごいなんかでも今思うと風情のある感じですよね。そうですよね、うん、それでちょっと余談なんですけども、あの私の夫は、はい、趣味で田んぼあのお米作ってまして、趣味なんです、はい、それで趣味の域を超えてますよね。土日だけの作業で、田んぼ3丁300坪が30個分か、うん、作っておりまして、300坪が30個、趣味でやってます。で趣味なんだけど、うち の倉庫にはトラクターから田植え機から、ね、コンバインまであるという、はい、趣味なんですけど、すごい。それでもうあの田植えが今月末なんです、来週ぐらいかな、はい、もうそんな早いんですか。それが作業でも毎土日はいろいろやっぱり宮崎は暖かいから早いんですか。すね、はい、だから3月末ぐらいには田植えをして、稲刈りが7月末ぐらい、うん、なんで夏にお米いただいたことありますか。私もあります、はい、美味しいのこれがまた、うん、趣味とは思えません。そうですね、うん、でも好きで、あの私の夫は田んぼが恋人なんだそうです、うん、いいじゃないですか奥さんの他にいい、ね、とてもいい恋人がいらっしゃるなと思いますね。うちの夫にもそんな恋人がいる。奥さんは東京が恋人とかいう感じ。なるほどいいですね。そうですね、ごめんなさいね話あ。とんでもないですよ、全然途中じゃなかった、うんうんうん、やっぱりあの季節に応じてって、あの先月もね少しお話ししましたけど、うん、今便利すぎちゃって、うん、一年中おいしいもの食べられちゃうので、うん、手に入るので、うん、季節感が多分少しこう、そうそう薄らいでる、うん、その通りですね、うん、でも例えばさっきのタケノコとか、うん、タケノコってどんなに上手に水煮にして保存しても、うんうん、この春に味わうえぐみとか香りとか、ね、出せないじゃないですか。そうですよね、やっぱり旬のものってね、うん、その良さが本当にあるなと思いますよ ね、その旬に食べるからこそ体のためにもいいんですよね。そうです、きっとね、旬のものは旬のものに、うん、あの時に、うん、で春って例えばフキノトウとか、うん、苦いもの多いじゃないですか、はいはい、でそれって、うん、あの苦みのある食べ物ってデトックス効果があります。じゃあそのなんか冬に溜め込んだものを出してくれる、はい、冬はやっぱりね人間もまだ動物な、うん、まだというか動物なので、うん、あの食べ物が取れなくなるだろうということから、うんうん、どうしても溜め込んで太ったりするんですね。でそれを流してくれるのが春の苦みなんですよね、うん、なるほどね、うんうん、ただやっぱり苦いっていうのは、うん、本来味って、うん、あの苦いは毒、うん、酸っぱいは腐ってるっていうふうに、はいはい、人間はこう直感的に避けるんですって、うんうん、で一番初めに好きになる味が甘さ、
あ、はいはい、だから赤ちゃんが母乳を飲んだりとか、で、ね、あ、うん、であとは塩分、 塩辛さっていうのはもう必要なものないと生きていけない、うんうんうん、っていう風に味覚って分かれてるそうなんですけども、うんうん、でも実はその苦味にもとてもいい作用があるということらしいです。ちゃんとやっぱり意味があって、うん、そういう、ね、食べ物っていろんなのがあるんですね、はい、それをやっぱりこうこれから毎月お話を聞いて、はい、ね、やっていけばかなり体の方も改善していけるかなって。まあ、でも本当少なくともね、あの季節に合ってて、うん、その土地のものを食べるっていうのは、うんうんうん、基本的には体にはいいはずにはなってますね。でもやっぱりほら知らないっていうか、ね、今なかなか何でもあるので、うん、そこをねそうやって教えてもらえると。そうですよね、もう今、そうですね、今教えてくれる人たちがいないんですよね。学校とか親とかがなかなか分からなくなっちゃってて、うんうんうん、だから他にね教えてくれる人がいないと消えていってしまうみたいなことがたくさんありますよね。ね、もったいないですよね、うん、なんかさっきの暦の言葉じゃないですけど、うん、日本って本当にそういう四季があるので、うん、あの食べ物とかいろんな行事とか、うん、いろんなものがつながっててね、うん、そこは大事にしていきたいなと思いますね、はい、お互いにやっぱりねそういう食べるものと私は書でこう違うんですけども、こうそこの方でやっぱそうやってつながってるっていうのはいろいろあると思うのでね、お互いにそういうのはなんていうか勉強し合いながらまた、うん、ああそうなんだってヒントをもらって、私もなんかまた作品を書いていきたいなと思います。あの食べ物とかハーブの名前もぜひ書いてください。そうですね、お願いします、はい、そうします。そうですね、楽しみですね、うん、でもハーブなんかは日本の 和名とかってあるでしょ。あります、ね、それがまたちょっと素敵だったりするんですよね、うん、はい、あのまあハーブってこう、まあ後でちょっとハーブの話またしますけど、外国のハーブを、うん、に対して和名がついているものもあるし、うん、あともともと日本で生まれ育ったハーブというのもね、例えば、ミントとかはヨーロッパとかですけど、はい、ちゃんと日本にも和ハッカっていうハッカもありますし、はい、あと、まあ、シソ科ですもんね。 そうです、うん、まあ、シソとかおネギとかも、うんうんうん、普段私たち何気なくみんなハーブ使ってるんですよね、うんうんうん、はい、また改めてそういうのの良さとかね、そう、その、だからそうですね、その和名を書で書いてもらったらかっこいいなと今思いました、ね、いいですね、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと話もまたね、うん、またさらにずれちゃうんですけど、はいはい、その和名って本当素敵だなと私常々思ってて、うん、よく思うのが2つあって、うん、色と、うん、あと宝石、うんうんうん、例えば色だと、うん、日本の固有のこう名前の色って、うん、萌え木とかいろいろあるじゃないですか、うん、はいはい、ああいう名前がすごく好きでね、素敵ですよね、うん、言い方っていうか ね、うん、こんな豊かな名前つけてる国ってあんまりないんじゃないかしら、うんうんうん、そこからいろんな発想がこう広がっていきますよね、うん、そうなんですよね、うんうんうん、なんかそれで名前聞いて例えば植物とかに例えてあるので、うん、色の想像がつく、もう名前だけで想像がつくじゃないですか、うんうんうん、で同じように素敵だなと思ったのが宝石類の名前で、うん、こう例えばなんだダイヤモンドとかルビーとかって、うん、日本語の名前にしてるのってあまり面白くないんですけど、うん、日本のサンゴとか、うんうん、琥珀とかって、うんうん、とっても素敵じゃないですか、うんですよね、うん、ちょっと今度そのシリーズで書いてもらおうかな。そうですね、わかりました、ぜひ、うん、すいませんちょっと話がね、それちゃったんですけど、やっぱり私も書くことで書くだけじゃなくて勉強しますのでね、うん、うんうん、すごくなんかそれでまた自分自身もいろんな世界を知れるのかなっていうのはありますね。いいですよね、うんうん、はい、さてどうします、次の写真行ってみますか。はい、行ってみましょう。じゃあ次の写真を、何だろう、あら、あ、あら、あら、これは何でしょうか。最近私神様にご縁があって、これは宮崎神宮なんですけどね、宮崎神宮、はい、はい、の真ん中が宮司さんなんですけども、そちらの方に、今年になって奉納したアマテラスと、アマテラスって読むのね、はいはい、なるほど、はい、
ここはもともと神武天皇をお祭りはしてあるんですけども、はい、まあ、そのもともとのアマテラスというのを書かせていただいて奉納させていただきました。へえ。なんか普通ほら神様の言葉っていうのはですよね、アマテラスとかなんか天孫降臨とかね、そういう言葉みんな知ってるじゃないですか、はい、でも私も知ってるけどそれがどういう詳しい意味があるのかとか、そういうことを全然知らなかったんですね。で2年ほど前に作品展をやった時に、なんかそういうことを書きたいと思って古事記に関するような本とかも読んで、これがまた読んでいくといろいろ面白いんですね。もうお話いっぱいあって、だけどその言葉がなかなかその短い熟語がないんです。お話はいっぱいあるんだけど、だからその中からね、どんな言葉書こうかなと、でまたそれを探していく旅もすごい楽しい、ワクワクかなって、はい、読んで物語読んで、その中から自分が何をイメージするか、その言葉を探すっていうのもすごい楽しい作業かなって、そのままた書いていきたいなと思っています。そうですね、お教室なんかでもそういうような、ね、楽しみを、うん、はい、ね、なんかこう古事記を読んで書くみたいな、そうそうなんです、お教室ね、楽しそう。そうですね、そうするとまた書だけじゃなくて、はい、そちらとこうつながっていきますよね。古事記研究会の方を紹介します。よろしくお願いします、うん、ぜひぜひ。はあ、なんかそうやってねこう広がっていったら、自分の知らない世界の方とまた書を通してねできるかなって、でもこのアマテラスも本当に躍動感があるというか、すごく楽しいというかね、本当、また天の字もすごい広がりもあるし、宮崎神宮にどうぞいらしてください、はい、見慣れると思いますので、すごいな。これ右はお母様、右はの母です。あ、健吾先生のお母さん。そうです。あらあら、今年86歳。いいですかね、余談なんですけど、うちの母も、10年ぐらい前から書を始めまして、はい、うちの生徒さんたちと一緒に、うん、でもう10年ほどになるんですけど、70代の時には手がここ震えてたんです、最初、はいはいはい、今全然震えないです。シャッと書きます。素晴らしい、元気のいい字を、うん、そして82歳で、パステルアートのインストラクターの資格を取りまして、はい、たまに私のアシスタントで教えております。おー、素晴らしい。で今年は筆ペンアートっていうか、はい、そういうのの資格も取りまして、それはもうなんか教える気満々なようです。まあ、母がそうやってやってくれてるっていうことは、私も86の時にもっと母を起こすような元気でいたいなっていう希望をくれますのでね、すごく、一緒に行きたいっていうもんですから、一緒に奉納の時に、はい、年齢関係ないですね。ですよね。最近トミーなんか、じゃあお母様が娘さんのお弟子さんになってるわけですね。そうです、そうですね。そうなんですよ、もう最近は目がすごく肥えてきて、私のパッと見ただけでいろいろ言います、ね、もうこれ以上超えられないわとかですね、この前もかけてたら急に言われましたね、わいいわの後がもうこれ以上かけないよねとかって言われてしまいました。すごい頼りになる、なんていうかあれですね、私のどうこれって言った時にちゃんと言ってくれる、はい、まあ、でも血筋なんですよ。今はお母様の方がお弟子さんかもしれないけど、やっぱりそういう筋がちゃんとそうでしょうかね、脈々とあるんじゃないですかね、すごい。もう一枚見てみますか。そうですね、もう一枚じゃあ、はい、これもまた、これはですね、有名な青島ってありますよね。青島ありますね、はい、宮崎。そこの中に青島神社ってあるんですけども、はい、そちらに先日、本当に先日なんですけど、奉納させていただいた聖母神という言葉とか、はい、私が勝手に、勝手に考えて、はい、この青島神社っていうのは、豊玉姫、豊玉姫ですね、はい、山幸彦と結婚されて、はい、まあ、竜宮城のその海のお姫様ですよね、はい、でその方を主に祀っているところなんですね。でそのことから浪人行館っていうのもありまして、ほう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 、でその浪人行が終わるところに、まあ、飾りたいということでしたので、はい、何の言葉がいいかなと思って、ここは縁結びの神様とかでもあるんですけども、はい、いやでもその浪人行さんのこっちなので、最後が
豊玉姫が赤ちゃんを抱っこしてる老人形なんですね、うん、それでじゃあっていうことで、あ、聖母、まあ、あのキリスト教だったらマリア様っていうようなので、うん、聖母神と書かせていただいて、はい、まあ、本当にまだ何日か経ってないんですけども、うん、奉納させていただきました。これ結構大きいんですか？そうですね、全紙っていう、まあ、言いまして、まあ、およそ40の140ぐらいのおよそなんですけどぐらい の, あの紙の大きさですね、はい、それにこの大きさだと、うん、立って書くんですか？そうですね、まあ、立ってというかこうあの膝をつくみたいな。いや膝はついてないです。じゃあやっぱりかがんで書く、まあ、そうなんです。座ってじゃ無理ですもんね、大きさがね。腰が強くないとなかなか、かっこいいな。ちょっと優しい感じのあれにと思って書いてみました。素敵、はい、まただからいろんな、ね、あの古事記読んで、うん、あのそう、日本は神様の話がまた ね、 そうなんですよね、豊かですよね。日本人に生まれてるわけだから私もあんまり知らなかったんですけど、うん、古事記の世界っていうのは。でも本当ね、これってすごい興味があって、うん、もう話もすごい面白いですよね。私も面白いですね。読んだけど読んでみよう、また、ね、そうですね、ね、だからその山幸彦が釣り針をなくして、はいはい、お兄さんの海幸彦の釣り針をなくしたので、はい、海に探しに行って出会ったお姫様が豊玉姫、うん、で結婚して3年ぐらい海に住んでたらしいんですね。でもやはりって地上に帰っちゃって、で豊玉姫はあの、まあ、身ごもって、それであの上がってこられるわけですね。でそこであの出産をされるんですけど、で産屋を建ててそこで出産になった時に、どうぞ私の出産 の, あの姿は見ないでくださいと鶴玉姫が言って産屋に入っていく。でも見ないでくださいって言われたら見たくなるじゃないですか。それでこう覗いたらワニっていうかサメっていうんですかねの姿でお産をしてたと。それでもびっくりして、であの豊玉姫は見たなって感じでですね、それでも悲しんで海に帰っていくわけですね。そしてでもやっぱりそのご主人の山幸子とかあの子供のことは心配ですよね。それで、自分の妹の玉依姫を地上に送って、玉依姫が、赤ちゃんを育てるわけです。でその赤ちゃんが大きくなった時に玉依姫はその育てた赤その人と結婚をします。でその2人の間にできた4人できた一番下が神武天皇なんですね。はい、そういうお話です。はい、なんかいろいろいろんなお話があって、でそれがやっぱりあのなんとかおとぎ話につながっていく、あの鶴の恩返しとかで見ないでくださいって言って鶴の姿だったとか、ね、その竜宮城のお話にしてもこういうとこからやっぱり派生してできてきてる、まあ、だからそれはそれなりにまたいろんな意味があるんじゃないかなと思うんですけどね。そこをこう読み解いていったら、はい、古事記の世界ってすっごい面白いですね、ですねと思います、はいはい、なのでまたご紹介できたらいいかなと思います、はい、ぜひぜひですね、よろしくお願いします。はい、写真は次はどういう感じだったか。これはまた後で。これはまた後で。はい、じゃあどうしよう。これの次の写真はどういう感じですか。じゃあ私行きますか、これ。うん、どうぞどうぞ。じゃあそろそろ私行きます。ハーブについてですね。ハーブって何っていう、うん。ことなんですけど、ハーブって何って言われたら何て答えますか。ハーブってね、なんか、野山に生えている、うん、体にというか薬草に近いような、草花。あ、いいと思います、うんうん、実は厳密には定義がないんですよ、ない、うん、で本当今トールさんがおっしゃったのが、はい、正解でもある。はい、うん、ありがとうございます、はい、もうなんていうかな、すごく大きく言っちゃうとですね、ここに書いたんですが、はい、人間に有用な香り高い植物の総称、何でもありちゃんみたいな感じなんですが、今ハーブと呼ばれているものはおっしゃった通り昔は薬草として使われてたものが多いですね、はい、で今じゃあなんで
それらが薬として認められてないかっていうと、うんうん、結局あの植物そのままのものって時期とか年とか地域とかによってあの出来具合が毎年変わってしまったりとか、うんうんうん、均一のものって作れないので、うんうんうん、どうしてもお薬っていうのはケミカルにきちっとこうこの成分が何どれだけみたいに、うんうん、っていうのが今、うん、日本では主流のお薬になってるんですね。であの薬事法的には効果がありますとか、うん、何々に効きますって言えないんですけれども、うんうん、ハーブの場合でもやっぱり先人たちがなんかお腹の調子悪い時この草をお茶みたいにして入れると、うん、で飲むと効くんだよねみたいなことがちゃんとこう積み重なってきて、うんうんうん、やっぱり何かしらの効果ってあるんです、うん、でハーブっていうと今はこう例えばバジルとか、うん、なんだろうルッコラとか、うんうん、ミント、うん、パセリみたいな、うん、ちょっと葉っぱ系の、うんうん、おしゃれなお料理の上にこう、うん、乗っちゃってるようなのを想像することが多い、うん、でそれももちろんすごく、うん、あの立派なハーブなんですけども、うんうん、でもさっきちらっと言ったんですが、うん、おネギとかあ、はいはいはいね、そういう日本で使われているものにも和のハーブというのもたくさんあります、うんうんうん、それもハーブなんだね。ハーブなんです、うんうんうん、で、あのこれは古今東西古今じゃないな東西関わらず同じなんですが、うん、あのかっこいいとか、うん、おしゃれっていうことで使ってるものって一個もなくて、うん、今のメニューはあるんですよ。おしゃれだからくっつけようとか、うん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 、昔のメニューっていうのはあの素敵だからこれお魚の隣にシソ、うん、の葉っぱ添えようとかいうことはやってなくて、うんうん、必ず理由があるんですね。でああなんか消化をそれで良くするとかそうですそうですいろんなそういうのがあるわけですか、うん、で昔っていうのは、うんまあ、あの保存がまずできないっていうのが一番の、はいはい、電気がなかったので、冷蔵とか冷凍の技術がないので、うんうん保存ができない、うん、で保存のためには、うん、例えば塩漬けにしたりとか、うんまあうん、いろんな知恵を火を入れたりとか、で一つにはこうハーブで例えば包んだりとか、うん、そういうのも一つありました、うんうんうん、あとはあの日本ではお刺身とか結構生のものもいただくじゃないですか、うんうんでそうすると、まあ、それは保存じゃなくて取ってすぐにいただくにしても、うん、でも生のものってもしかしたらお腹壊す可能性があるかな、うんうんはいはい、でハーブっていうのはだいたい殺菌効果とか、うんうん、そういうものがあるので、うんうんうん、抗酸化作用もあるし、で一緒にいただくんですね。わさびとかちゃんとしたそういうちゃんと昔の知恵っていうのは絶対に意味があって、うんうん、かっこいいとか素敵とかいうことじゃなかった、うんうんうんでも今はもう本当豊かなので、うん、もちろんそういう意味でも使うし、うんうん、なんか今まで組み合わせてなかったんだけど組み合わせてみたら素敵っていうのもありますね、うんうん、で葉っぱ以外にも、うんまあ、さっきおっしゃったお花もそうですよね、はい、お花でもハーブって例えば和のお花だったら菊花とか、うん、あ菊花、はいはいね、あのもってのほかとかもそうですよね、うんうんうん、そんなのもあるし、うん、お花の部分でも、うんたくさん桜茶なんてのも、うん、桜の花びら塩漬けにして入れますよね、うん、あれもそうです、ね、そうです、うん、今むしろその方が有名かしら、うん、紅花とかも真っ赤な、うん、そうですっていうのもお花もある、うん、葉っぱもある、うん、じゃあ他はっていうと、うん、あの他の話をする前にですねこの下の段行きましょうか、うん、じゃあスパイスとハーブって何違うのっていう話、うんうんうん、で実はここもちょっと曖昧なんですね区切りが、うんうん、でそれはもう人によって言い方違ったりもあるんですけど、うん、例えばフレッシュ生のものをハーブと呼んで、うんうん、乾かしたものをスパイスと呼ぶ人もいますなるほど、うんうんうん、ていうかそういう呼び方をすることも、うんうんまあ、一つ間違ってない言い方、うんうんうん、あとは、うん、その使ってる部位、うん、葉っぱやお花はハーブと呼んで、うん、種とか、うん根っことか、うん、樹皮とか、うん、そういう部分をスパイスと呼ぶよという考えもまたあります。
あとは例えば原産地で、ヨーロッパとか地中海のね、あたりで取れるものをハーブと呼んで、アジアの方で取れるものをスパイスと呼ぶよというような考え方もあります。船に乗って探検しに行くのがスパイス、そうですね、いいですね、シルクロード通っちゃうみたいな、なので、これどれも間違ってないしどれも正解、あんまり厳密じゃなくてきっと良くてね、ハーブがスパイスであったり、まあ、名前としてはどちらもある、で、全てハーブは、全てじゃない、ほとんどのハーブは香りが高くて、その香りの成分に何かしらの効果があると言われています、食欲を増したりとか、そうですね、それもそういうのもリラックスしたりとか、いろいろ、例えばあのメントールだとか、カルボンみたいな花がスーッとしたりとかもあるし、ただまあ例外は何でもあるもので、香りがあんまりないハーブっていうのもあって、ターメリックとか、あれは大した香りしないんですけども、カレーの色をつけたりとか、生地を染めたり、であれ、インドのお坊さんって呼ぶんでしょうか、黄色い粉の毛さではないんでしょうけど、使ってらっしゃいます、あれはターメリックに防虫効果があるんです、ね、そう、防虫効果ありますね、お着物包む時もあの黄色い、そうですよね、そうですよね、やっぱりこうそれターメリックはその香りがすごくでもないけど、やっぱりその持ってる効果を人間に有用している、人間に有用な植物なんですよ、人間に有用で生活を豊かにするっていうのがあるんですね、そうなんですよ、本当におっしゃる通り、でそういう意味では今ね、布を染める話もしましたけど、食べるだけじゃないんですね、で生地を染めてみたり、あとアロマテラピー、あのエッセンシャルオイルも、まあ、いわばハーブの中のエッセンシャルオイルっていうものをキュッとこう抽出しているもので、あれは例えば香りを嗅いでリラックスするとか、そういう使い方ですよね、食べ物ではない、他にも、この間までのミモザが満開でしたが、ミモザで例えばリースを作って飾るとか、そういうクラフトで利用するとか、お掃除の時にこう利用するとか、まあ、いろんな利用法があるんですね、なので食べ物だけではないんですけども、ハーブって本当豊かで、使い方によっては本当にね、生活が楽しくなります、豊かになってね、っていうのがハーブなんですね、で私はこのハーブについては割と今まで勉強してきたので、この番組でもいろいろ取り上げていきたいなと思ってます、今度いろいろ持ってきてくださいよ、そうです ね、今日は0回目ですけど、1回目からはいろんなものをこうお出ししようかと思っています、そうですね、じゃあ次の絵いきましょうか、あ、もうない、これが最後でしたか、はい、では、じゃあ絵はないので絵なしで、もう一つ私のキーワードは薬膳、薬膳なんですよ、薬膳ってなんか今マスコミでは第二次ブームって言われてるらしい、なんか私的にはもうちょっと流行っては流行ってはって感じで3回目ぐらいかなと思いつつ、まあちょっと今話題になってるんですね、なので薬膳っていう言葉を知ってる方もだいぶ増えてきたかと思います、ただ薬膳って何かっていうのをやっぱり知らない人もまだ多くて、薬膳って何でしょう、何でしょう何でしょうか、薬膳、字はね、薬に、お膳の膳、その季節季節でやっぱりささその春は苦いものがとかね、どういうのがその体に役に立つか、今 の体の状態こうだからこういうものを食べて養生したらいいですよとか、そういうものなのかなと私は思ってるんです。あとやっぱりいろいろなその薬効のあるものの組み合わせっていうようなイメージが薬膳っていう言葉には私感じるんですけど、二人ともとても合っていますね正解出ちゃったみたいな感じなんですけど勘違いされやすいのが、まずその病気が治るとか病人のための薬膳なので、言葉が、あったった、
出ました、うんうんうん、でこのまずつけた2つ目、病人のための食事とか、うん、3つ目の病気を治す食事ではない、うん、あと1つ目ね、中国料理にバツってつけたんですけど、なんでこういうふうに書いたかっていうと、薬膳のもともとの考え方って中国が発祥なんですね、はいはい、なので中華料理だけを指すんじゃないかっていうふうに思われた方もちょっと今までいらしたので、こういうふうに書いたんですけど、そういうわけではないんですね。もちろん中華料理にも薬膳の考え方を入れられるんですけど、薬膳っていうのは考え方です。で一番下三角つけたのは生薬を使ったお食事で、生薬は使ってもいいんですけど、そんな難しいことしなくてもいいの、だから一応三角で、右に書いてあるのが、まあ、私が言葉にした薬膳料理の説明のちょっと簡単版、季節や体質に合わせて献立を考えた食事、だ季節っていうのは先ほどの恵子さんのおっしゃった通りなんですけども、体質って人によって違うじゃないですか。ああね、同じ春でも、うん、私と恵子さん違うでしょ、体質、うんうん、やっぱり例えばですけど、すんごい暑がりの汗かきっぱなしみたいな人と、うんうん、いつも冷えてしょうがない人は、うんうん、やっぱりちょっと、うんうん、もうちょっと温めるもの食べた方がいいんじゃない、うんうん、とか、もうちょっとこう汗を止めるようなものを取ったらいいんじゃない、うんうん、とか、それぞれのありますよね、うんうん、そうすると本当徹さんのおっしゃった、うん、組み合わせっていうのが大事になってくるんですよ、うんうんうん、漢方なんかもそうですよね、うんうん、いや一つ一つの生薬じゃなくて、うん、それを組み合わせることで、うん、漢方になるわけですよね。そうなんですよ、うん、で実はその考えって、うん、多分普段、うん、自分でお食事を作る方だったらやっていて、うん、あ今日寒いから暖かくなるものを食べようとか、それやってますよね。あと、うんうん、ちょっと胃がもたれるから、うん、消化のいいものを食べようとか、うんうん、そういう時にあんまりこう買ったお肉とかよりはお豆腐とか食べるじゃないですか、うん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 、でそれをもうちょっとちゃんと体系立てて学んでいくのが薬膳の勉強なんですね、うん、でじゃあ体の冷える人は体を冷やすものを食べたいけど絶対食べたらいけないの、うん、って言ったら、うんうん、そうではなくて、うん、じゃあちょっと体を冷やす食材だけど食べたいなっていうのがあったら、うん、体を温める食材と一緒に取れば、あ、まあ、例えば相殺されたり、うん、温かい方が多ければちょっとこう温かい寄りになるし、うん、そういうふうにね工夫ができるのが薬膳のいいところなんですよ、うん、っていう感じなので、これも来月のね第1回からは、うん、今月というかまあそうですね、第3週だから翌月ぐらいにいいよっていうようなものをちょっと紹介していこうかなっていう感じで、どうでしょうね、うん、ですね、うん、楽しみです。私もそうやってほらね一緒にやっててそういう勉強ができるといいなって、はい、ですよね。それをやっぱりね生かしてね、まだ元気で頑張らないといけないので、はい、頑張らないといけないです、はい、もう一つってありましたっけ、もうなかったかな絵は、あこれじゃないですね、これもさっきの、これもさっきのです。なんか、ね、絵を用意したつもりだったんですけど、うん、来月から私が毎月やりたいなと思ってるのが、はい、薬のお湯と書いて、薬湯。薬湯、うんうん、はい、まあ。お風呂、ハーバルバスですね。あ、いいな。で、多分この2つは、割と、どなたもご存知、うん、5月の勝負湯と、あ、はいはい。12月のゆず湯、あ出ましたよ、出た、ね、別に今月ゆず湯に入っちゃいけないとかではないんですが、はい、やっぱりそのに日本にあるね、うんうん、季節に応じたものを、うんね、お風呂に使いましょうという紹介を毎月、例えば来月4月だったら5月の勝負湯について、うんうん、ちょっとこうどうやってるといいんですよとか、勝負にはこんな意味があるんですよみたいな話とかをしていきたいなと思って、ハーバルバスのっていうとこう例えばヨーロッパだとエッセンシャルオイルとかアラジオとかを入れてなんていう感じがありますけど、日本のこの薬湯ももう立派なハーバルバスなのでちょっとご紹介していけたらなっていうふうになんか話してくると、恵子さんと私で毎月こう季節に応じた楽しい話ができそうな気がしますね。そうですね、どうでしょうね、素敵です。トールさんどうでしょう、はい、いいですね、
それをまた書で表します。書でまた表す。いいですね。はい。いい感じ。ね。そうなんですよ。実はね、もうこれ簡単にできるものもあれば、なかなかちょっと、今の生活だと、例えば4月桜湯。桜のお湯ってどうやると思います？桜の花びら集める？それはとても風情があって素敵。本当ね、桜のバーっとね、その中にこうやって疲れたらいいだろうなっていうのはありますよ。それはそれでまたいいと思います、ちょっとお掃除大変そうですが、そうですよね。でね、昔から桜湯として使われているのは桜の幹の皮の部分です。樹皮、それを乾かしたもの、でこれはね、王妃といって、漢方薬局でも売られているものでもあるんですけど、これは煮出して、その煮出したお湯をお風呂に入れる。ただ桜っていうのは素人が切るとすごい枯れやすいデリケートな木なんですって、だからあんまりむやみに自分ではやらず、その例えば漢方薬局で王妃を買うか、今桜も結構季節になると花屋さんで売ってるんですよね、切ったやつ、咲いてる自分家でこう、そういう枝を使うとかね、なるほどね、自分で桜の木は多分あんまり切らない方がいいみたい、でもそう思うとね、さっきおっしゃった桜の花浮かべるのもいいんだけど、桜の花のお茶、塩漬けの、で木の幹はお風呂とか、その漢方薬に使える、葉っぱは、葉っぱもいいですね。何ですか？桜餅ね。あと実は桜餅です、ね、桜餅、だから本当に全部ね、もうすごく人間の役に立ってるんですよ。例えば桜一つ取ってもね、そうですよね、そんな話を ねちょっと毎月していきたいなと思ってるんですよ。いいといったところで、ここにこんなものがあるんですけど、これはなんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、はい、なんじゃこりゃ、はい、持ってきました、はい、どうぞ、はい、どうぞ、これは私分からない、これで宮崎で売ってます、なんじゃこら大福っていうんですけど、私たちのね、ミキとケイコのなんじゃこらトークに合わせて買ってまいりました。ちょっと大福なんですよ。へえ、大福大好き。おいしいんですよ。でも日持ちがしないので、大きい感じ、でかい、大きい、すごい。でもなんでこれがなんじゃこら、なんじゃこらと思います。どかないかな、あ、ここは見えるかな、映りますか。この中にはね、いちごと栗と、それからあんこと、それとクリームチーズが入ってる。そんなに全部入ってるの？入ってるんです。なんじゃこれなんだ。それで食べたらなんじゃこれというので、なんじゃこれ大福、宮崎の。いちごはね、いちご大福結構今それぞれやりますよね。それぞれは有名ですけど、全部入ってる。よかったら宮崎の、でもちょっと大福をこちらに、わあ、そうやって見せてください。はい、落ちないようにしなきゃ。はい、素敵、はい、どうぞ召し上がって、召し上がってください。食べたい、食べたい。それで、なんじゃこら、ここでかじってかじって、すごいな。じゃこれを一つ粉がしますので、すごいよ。大きい。いただきます。ちょっと、もうちょっと中が全部見えてくると思うんですけども、すごい。クリームチーズ、それ、そう、クリームチーズ、クリームチーズかな、あんこのところですね、それは、まだなんかいちごやクリア見えてきてないですね。ちらっとクリが見えてきてますけどね、これで映るのかな、すごいことになってるよ。あ、出た、クリーム、いちごも見えた、クリームもいちごも。ここ映るの、ここ映るんですか、映りますかね、なんか粉だらけになっておりますが、はい、こんな感じで、こんな感じで。これは本当になんじゃこりゃだな、ね、美味しいでしょ、口の周りが真っ白。半分食べればいいわとか思ってるけど、結局ペロッと1個食べちゃう、ペロッといかないとダメでしょ、そうなんです、残しておいたら次やだよね、そうということで、来月から始まります。今日はちょっとね、はい、もうね、
どうなるかと思いながら思いながら、まあ、前回来月から頑張って。